はい、皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日はですね、こちらご覧の車両、スバルのですね、エクシーガ平成23年9月登録の車両ですね、DBA-YA4、 エンジンの方がですね EJ20 の、エンジンを積んでる車です。こちらですね、あの 2WD、4WD ありまして、こちらは 2WD の車で、ターボと NA 車もあるんですけれども、こちらノンターボの車両となります。今日はですね、この車両のエンジンオイルとオイルフィルターの方ですね、こちらの交換の方を DIY していきたいと思っております。はい、それではですね、作業を始めます前にですね、ジャッキアップですとか、ツール紹介したいと思いますので、アングル変わります。はい、ジャッキアップしてね、気づいたんですけれども、ちょっとね、アンダーカバーが邪魔をいたしまして、あのオイルだけの交換でしたら、あのこれつけたままでもできるんですけれども、フィルターと同時交換の場合ですね、これついてるとできないものですから、こちらのを取らせていただきました。ですね、止まっているのはこちら4本のボルトとクリップの2つ、この6つで止まっているだけなので、そんなに大変ではないんですけれども、まあちょっと一手間ありますよね。はい、こちらのをちょっとね、外した後で移したんですけれども、すいません、このようなものを外さないとオイルフィルターが交換できないということになります。はい、次ですね、ツールの方の紹介いきますので、もう一度アングル変わります。はい、それではね、ツール紹介いきたいと思います。これメガネですね、17ミリの方を使いますね。これドレーンボルトを外すのに、使います。それからですね、こちらビニール手袋に、作業グローブですね。はい、それからこちら上に行きまして、フィルターのカップルレンチなんですけれども、ついてるのが65ミリで、つけるのが67ミリ、ちょっと違うっぽいので、ちょっと2種類用意してあります。それからですね、やっぱエクステンションがないとちょっと届かないので、こちらご用意しております。はい、でフィルターの方なんですけれども、こちら、日東工業さんの 4RS1031700004、 こちらのフィルターをですね、使用します。はい、それからですね、オイルなんですけれども、こちらですね、取扱説明書から抜粋させてもらいました。 0W20 のですね、オイルでいいんですけれども、実際この車両も15万キロ以上走ってるものですからね、あんまりこう老体にムチ打ちたくないので、こちらの下のですね、10W30 ですね、こちらの一般的なオイルですね、こちらの方を使いたいと思います。はい、でオイルの量なんですけど、こちらオイルのみの場合は4リットル、オイルとフィルターの交換の場合 4.2 リットルの交換ですね。はい、ですからこちらオイル、4.2 リットルですね、用意しました。はい、それではですね、早速ですね、交換の方を開始していきたいと思いますので、一度アングル変わります。はい、ちなみにですね、こう下潜っていきますと、こちらがですね、オイルパンになっております。で、そこの先に見えるのがドレーンボルトですね。で、少し今日こう引き気味に見ていきますと、この水色、これがオイルフィルターになっております。まあ、比較的そんな遠くにあるわけじゃないので、同じ受けで、取り外せると思いますので、順序追ってやっていきたいと思います。はい、それではね、一度固定カメラにします。はい、それではですね、早速、作業を開始していきたいと思います。それではですね、こちら左回しですね。はい、これでも緩んだら手でやっていただければいいです。はい、結構ね、太いね、ボルトですね。17ミリのボルト入ってました。だいたい14とか12が多いんですけどね。はい、はい、結構勢いよく出てきましたね。はい、こんな感じですね。はい、こちらドレーンボルトはですね、再使用いたしますので、ウエスとかでね、拭いておきますね。はい、で、はい、これね、だんだんこう垂れてくる位置が変わってきますのでね、受け皿はね、多少こう移動するようなね、気持ちでいてください。はい、でこれがですね、細くなってくればもうすぐにね、取り外しの方を取り掛かっていきたいと思います。はい、
大体ここの、ね、位置に、フィルターがあるので真下に落ちてきますのでね、この位置にあればよろしいかと思います。はい、それではですね、フィルターの方の外しですね、こちらしっかり奥まで入れてですね、はい、これもやっぱ左回し、はい、である程度ね緩んだらもうやっぱこれも手で回せばいいですね。はい、これねまた真下に来るからね、はい、こぼれてきました。 すごい真下のタイプはすごく勢いよくこぼれてくるんですね。はい、ちょっとね本当はしばらくほったらかしといてもいいんですけれども、作業がね遅くなってしまうんで、もう強制的に外しちゃいます。はい、皆さんね必ずねやっぱりこの作業はね手が汚れないことはないので必ず汚れます。ですから、軍手よりもですね今私使っているビニール手袋ですね、こちらの方が有効なんですね。特にエンジンが熱かったりする場合やけどの恐れもありますのでね、軍手だと染みってきてすぐ取れない、脱げないんですね。その代わりビニール手袋だったら染みってこないですし、取ろうと思えばすぐ取れるんですね。軍手って結構こう液体がついちゃうとこう取りにくくなるような性質がありますのでね。はいはい、これ今フィルターも外れました。はい、こんなにベタベタになります。はい、皆さんもね、ぜひこういったビニール手袋とねウエスは必ず用意してください。でこのボクサーエンジンというのはねもう必ずと言っていいほどこのオイルがこう落ちる位置にこうマフラーとかがねあるタイプが多いんですね。これも今マフラーにもかなりかかってますね。マフラーと言いますかタコ足っていうんですかね。はい、ですからこれね後でちょっと洗浄はするような形にしたいと思います。はいはい、かなりあれですね、フィルターも汚れてますね。はい、こんな感じですね。はい、それではですね、今度新たなフィルターですね。まあちょっとねフィルターの部分を軽くね、出しといいますかウエスでね拭き取ってあげるようにしたいと思います。はい、でそうしましたら、新しいフィルターはこちらですね、こちら 4RS103 ですね。でこちら開けますとね必ずこのビニールついてますので、このビニールはもう外してください。はい、で、これねそのままつけるのではなく、ここのパッキンの部分、ゴムパッキンの部分にですね油を残油で構いません、まんべんなく浸してやってください。これはですねなぜこれをするかと言いますのはオイル漏れを防ぐためですね、まずね。それから次回このフィルターを取りやすくするためと言われておりますね。はい、まあ一番なのはこのオイル漏れを防ぐというのが一番の目的になります。はい、そのままつけるとオイル漏れを引き起こす可能性があります。新品だからといって、もう必ずね、ここ必ずオイルをこうやって浸してやってくださいね。はい、でそうしましたら、取り付けの方なんですけど、まず、こちら手で回していきますね。はい、で手でこう底付き してからですねフィルターレンチで4分の3周、はい、ちょっとね今固定カメラを倒してしまいましてアクシデントがありました。これね手でこう回してきまして、底付き今しました。底付きしましてから4分の3周一応メーカー指定でここ4分の3周ですね、しなさいということになっております。はい、これで、半周でもうあと4分の3周ですね、あ4分の1周ですね。はい、これでね4分の3周になります。はい、底付きしてから4分の3周、これで一応増し締め終わりです。で、今度はですねドレーンボルトですね、こちらの方をですね締めていきたいと思いますね。はい、すいません、ドレーンボルトをちょっと今見失いまして、よいしょ、
ちょっと一度止めます。はい、次はですねドレーンボルトをね締めていきますね。はい、逆でした。ドレーンボルトはですね、はい、こう右回しですね。これもやはり最初は、ツール使わずに手で回します。手で軽く回らないと逆にねおかしいということで、ネジ山がね変に食ってないことを確認した上で締めていきます。でこれ増し締めですけれども、これやはり17ミリのメガネを使って右回しで、短めに持ってグイグイっていう程度でいいですね。そんなにものすごい力を込めなくていいです。はい、こぐらいで十分ですね。はい、そうしましたらですね、パーツクリーナー等でですねこちらちょっと汚れをね取ります。特にこのオイルフィルターから漏れてきた油が通った道ですね、そこにこの、排気のエキゾーストのパイプが真下にあるので、ここはねなるべく、オイル分を吹き飛ばしてください。エンジン始動時にですねすごいオイル臭くなってしまいますのでね。それからあとこのオイルパンですね、こちらは、清潔にしてやってください。はい、何しろこのエキゾーストとオイルパンですね、こちらの方はなるべくいつも綺麗な状態でしてあげてもらえればと。実際、次回ですね下回り見た時にどっからかオイル漏れてないかとかそういう確認もねできますのでね。はい、まあ何しろちょっとね場所がこんなところにねフィルターがありますのでね、なかなかな場所ですね。はい、ここじゃ本当アンダーカバーついてると触れもしません。はい、で、一応ですね再度こちらドレーンボルトですね、それからフィルターですね、これがちゃんと閉まってることを確認して、今度はオイル補充の方ですね行きたいと思います。はい、アングル変わります。はい、それではですねオイル注入の方に行きたいと思いますね。こちらですねオイルのフィラーキャップですね。でこちらがですねレベルゲージになります。はい、それでですねまずフィラーキャップを、開けてですね、オイルの方を注いでいきたいと思います。はい、こちらですね吹き返しがねあるといけませんので、なるべくこう慎重にゆっくり入れていってください。はい、結構ね 4.2 リットルですと量がありますのでね少し時間はかかりますけれども、吹き返してこぼしてしまうほど大変なものありませんのでね。はい、エンジンがもう汚れてエンジン の補給類がですね、オルタネーターですとかエアコンのコンプレッサーですね、そういったものが汚れてしまうと非常に厄介ですので、下手したら壊れてしまう恐れもありますのでね。はい、ゆっくりもう半分以上それでも入りましたけれども、ゆっくり慎重にね、入れていってください。はい、ほぼほぼ入りましたね。はい、いいかな。はい、こんな感じでよろしいですね。はい、そしたらね、蓋すぐ閉めてください。はい、でここでレベルゲージ測るんですけれども、今回はですねオイルフィルターも変えましたし、一回エンジン回さないとオイルの量って分かんないんですね。ですからね私どもいつもねフィルターオイル変えた時ですねエンジンのアイドリング5分クーリング5分してからですね、こちら測るようにしております。はい、それではですねちょっとそれまで全部流すと尺が長くなってしまいますので一度止めまして、またレベルのを測っていきたいと思います。はい、それではですね、アイドリング5分クーリング5分いたしましたので、これからオイルのレベルを測っていきたいと思います。こちらですねまずね1回抜いて、余分な油分を拭きます。はい、でここを見てわかりますでしょうか、この点と点があるんですけどこの中に入ってればいいとされております。はい、しかもですねまあこちらのフルに近い方がもちろんいいに決まってますね。多少オイルは減るということもちょっと加味してなるべく多めのところで、あるのが一番だと思います。はい、それではもう1回入れまして抜きます。はい、
はい、どうでしょう、今ねちょっとね真ん中あたりかな、6分目ぐらいですね来てますね。はい、あとね少しだけ補充してよしにしようかなと思います。もう100も入れないぐらいですね、もう50から100の間ぐらい入れればいいかと思います。はい、まああとはね補充だけなので、割愛させていただきます。はい、それではですね、今日はこちらエクシーがですねこちらのエンジンオイル、オイルフィルターの交換を DIY させていただきました。今回もですね長い動画の方ですねお付き合いいただきまして ありがとうございました。また次回もですね、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。